ギジェルモゴロスティサパレデスは、スペイン・ビスカヤ県、サントルチ出身のサッカー選手、指導者。ポジションはフォワード、左ウィング。アレナス・クルブディチョで、プロキャリアをはじめ、アスレティック・ビルバオでは、ラフエンテ、イララゴーリ、バタ、チッリ・ニセイラと共に第一次起用本気のフォワード陣を、形成した。後のバレンシア CF 時代には、エピコとエピファニオ、フェルナンデス、アマデオ・イバニエス、 ムンド、ビセンテア選手らと電撃フォワード陣を形成した。アスレティックビルバオの公式記録では256試合196得点。ウチプリメーラディビシオン総得点はアスレティック時代とバレンシア時代を合わせて約178得点。ゴロスティサは1909年に経済的に恵まれた家庭に生まれ、父親は資格を持つ医者であった。生まれた町で、 初等教育を受けた後、両親により、カスティーリイレオン州、ミランダデエブロの学校へ、バチジェラートに出された。だが、ゴロスティサはその学校では、いたずらっ子で、問題児であり、勉強を放棄して、サッカーや自由な時間を好んだ。ビスカヤ県に戻ってきた、ゴロスティサは、セスタオニアル海軍の工場で働き、そこの船番校のオフィスで、仕事のやり方を学んだりしていた。 ゴロスティサはセスタオの町でチャバリというクラブへ入団。最初のユースキャリアになった。このクラブには将来アスレティックビルバオで一緒にプレーすることになるゴールキーパーのグレゴリオブラスコがいた。それからゴロスティサはビスカヤ県のゲチョに移り住んだ。この町は実家のあるサントゥルチから川を挟んですぐ対岸にある町だったが、そこのスガサルテニー籍。この時から 左ウィングのポジションでプレーし始めた。ほどなくアレナスクルブでケチョが30ドゥロイコール150ペセタを支払ってゴロスティサを獲得。入団後すぐに10試合に出場した。プロになれたにもかかわらず、わずかな期間でゴロスティサはクラブ首脳陣と対立するとアレナスでプレーすることもビスカヤ県で暮らすこともやめて遠くアルゼンチンの首都ブエノスアイレスにいる親戚の家で過ごした。 兵役義務のためスペインへ戻ると、ガリシア州の軍港都市、フェロルで海軍に配属された。同じ勤務地には相当な実力を持ったサッカー選手も来ていたが、そのような兵役中の縁もあって除隊後にゴロスティサは、同じ町のラシンクルブデフェロルに入団した。ラシンフェロルでは、ガリシア州選手権を無敗で、初優勝。コパデルイ1929の出場権を獲得し、 全国規模の大会にデビューした。デポルティーボ・アラベースに勝利し、ゴロスティサもチームの2点目を決めたことで、知名度を上げた。ラシンフェロールは、ベスト16でアスレティック・ビルバオの前に敗退するが、ゴロスティサは、第1戦で得点し1から1のドローに貢献。これは、インフェルニーニョと呼ばれる、ラシンフェロールの本拠地での試合だったが、敵地での第2戦は0から4で大敗した。 第一戦で、ゴロスティサは、相手チームのヘラルド・ビルバオ選手と知り合った。ヘラルドの同僚、ラモン・ラフエンテは、偶然だが、ミランダでエブロの町で、ゴロスティサと同じ学校に送られていた。彼の推薦で、ゴロスティサは1929年に、アスレティック・ビルバオにオファーを受けた。かつて短期間で内紛を起こし対談したフルス・アレナスが彼を球団する法的材料を持っていて、 同じ県のライバルへの入団を阻むため利用するという紛争が起きたが、アスレティックが2万ペセタの和解金支払い及び、親善試合の開催をすることで、契約締結にこぎつけた。ゴロスティサは1929から30年シーズンから、アスレティックビルバオの選手としてプレーし、ラフエンテ、イララゴーリ、バタ、チッリニセイ、ウナムーノと共に、ホワード陣を形成した。 アスレティック所属中にはプリメーラディビシオン優勝を4回、1929から30年シーズンと1931から32年シーズンに、それぞれ12得点を決めている。後者は、丸鏡のデータをもとに分かったことである。連盟の公式記録やブドフィュートバルの記録ではこの、シーズンのゴロスティサは9得点で、ピチ,チーチ賞は、バタの13得点に該当する。だが、 RSSSF と丸カシ、ウェブアーカイブなど、複数のメディアは、ゴロスティサが12得点で、ピチ,イチーチ賞該当者としている。スペイン内戦は1936年から1939年まで、公式のサッカー大会を中断させた。ゴロスティサは、内戦初期には、ビスカヤにいて、ここは、当時共和国の実行支配下であった。 1937年には、州政府が編成したバスク代表チームに参加して、難民化したバスク人への義援金を、欧州各地から募ったり、また共和国支配下のバスク州政府のプロパガンダ的な役回りもさせられた。ゴロスティサはこのチームで当時最高レベルのバスク人、選手、ルイス・レゲーロ、イシド・ロランガラ、そして所属のアスレティック・ビルバオの同僚。 コジイララゴーリやグレゴリをブラスコと共にプレーした。バスク代表は欧州各地で親善試合ツアーを行い、それはビルバオがフランコ勢力によって陥落するまで続いた。その後チームメイトに何も告げずにスペインへ帰国するとゴロスティサは反乱軍側の勢力圏に入り、当局の高官たちから寛大なもてなしを受けた。以降の彼は一転してカルリスタとなり、 ナショナリスト側の人間として内戦終結まで大いにプロパガンダに利用された。同様に反乱軍、カルリスタ側へ転向したバスク代表選手にはロベルト・エチェバリアがいる。内戦後もゴロスティサの所属はアスレティック・ビルバオのままだったが、1940から1941年シーズンにはバレンシア CF に移籍した。当時歳のベテランになっていたが、 バレンシアを6シーズン連続でプリメーラに残留させた。そして1942年と1944年にはリーグを制覇し、1941年にはカップ戦でも優勝した。バレンシア CF ではエピ、アマデオ、ムンド、アセンシと共に電撃フォワード陣を形成。プリメーラにおけるバレンシアの通算500点目のスコアラーにもなった。 1945から46年シーズン限りでバレンシアを退団。プリメーラー通算得点は178である。だが、ゴロスティサは37歳という年齢にもかかわらず、スパイクを脱がなかった。セグンダ・ディビシオン所属のバラカルド CF に移籍して、リーグ得点王を獲得。翌年はアステリアス州の小クラブ、レアル・フベンシアでトゥルビアに移籍し、 約10試合以上に出場。そしてテルセーラーディビシオンの CD ログロニエスエ1948年に入団し、選手兼任監督として1シーズンを戦って現役を引退した。その後1951年にはサンマメスで彼の経歴に敬意を示すイベントが行われた。彼は青年時代からボーヘミアン的で、 予測不能な人生を歩んできたとされている。現役時代晩年にはアルコールに依存しており、彼自身の語ったところによれば、バレンシア時代には、試合前の数日間に何の音沙汰もなく失踪しては、試合直前に到着したり、また明定した状態で試合に臨んでいた。サッカー選手として稼いだ金もあまり貯金せず、 そのために40歳近くまで現役として稼がなければいけなかった。引退後には肺を病んでいた。死去する直前には、マヌエル・スンメルス監督のドキュメンタリータッチの映画、壊れた玩ングの作中でインタビューを受ける形で出演した。これは世間から忘れ去られ、苦しい晩年を送っている元有名人、人気スターを取材した内容の映画であった。1966年、 ゴロスティサは、ビルバオのサンタマリーナ結核患者療養所で57歳で、亡くなった。その当時は、お金がほとんどなくなっており、唯一財産と呼べるもので残っていたのは、バレンシア CF 会長ルイスカサノバが送った銀製の、タバコ入れだった。そこには彼から、前時代を通じて、世界最高の左ウィングへというメッセージが、刻まれていた。 ゴロスティサは1930年から1941年までスペイン代表に招集され19試合出場に得点。現役当時においては代表の主力の一人であった。国際 A マッチ初キャップは1930年6月14日のチェコスロバキア戦でチームは0から2で敗れた。スペインが初めて本大会に出場した 1934FIFA ワールドカップイタリア大会に メンバー入り。初戦のブラジル戦、準々決勝イタリア戦に出場したが、イタリアとの再試合では起用されなかった。ありがとうございます。